野崎チャンネルプロスピです。はい、ということでプロスピやってまいりました。10連 OB セレクション2023年 OB 第3弾期間限定登場ということでね、これはねもうやらざるを得ない。なぜならね、落合さんがいるということでは、この前のクリスマスガチャも皆さん見ていただいたように、佐々木が真剣にねロッテ純正をやっていこうという時にはこのロッテ OB の落合さん必須ということでね、ちょっとこれ見ていきましょう。まず阪神が藤村富雄さんね、すごいね、この腰の回転がめちゃこれフォームがめちゃくちゃいい。あのなんか俺が言うことでもないけどね、このフォームはねいろんな人が見た方がいい。この結果このフォームになってるの完璧、めちゃくちゃ飛ぶこのフォームは。なんか俺が言うのが申し訳ないけどね、レジェンドの方をね、こう素晴らしいね、欲しい外小馬さん、欲しい楽しい、これ欲しい。もう俺 A 集めてんだから、外小馬さん取れなくても集めてるから。この前超失礼な人いたよ、外木場さんっていう人いたから、ね、いや外小馬だからっていうね。ところで、で続いて田村、ここに登場かと。スピリーグ監督で出なかったら OB で出んだと。じゃあ佐々木がもしスピリーグ監督で出なかったら OB で出るっていうことだよね。ここに来たか田村というね。上原さん、これなんと上原さんホーク2種、すごい。これは今までの上原さんの中で一番使えるね。使えるとか言っちゃうあれか、でもまあ大丈夫、使える、ゲーム内のことだからね。バーネット、これバーネットはすごいらしいのよ、ビップさん情報によるとね。で次アレックス、アレックスロドリゲスだったら欲しいけどね、アレックスオチョアだから一用時代ね。タフィーローズ、俺やっぱタフィーローズはね里崎チームに来そうな気がする。いいね、タフィーローズ来そうな気がする。続いて落合さん、これはもう欲しいね、これはもう一番欲しい、もうドラフト1。で続いて門田さん、門田さんもめっちゃ打ちそうやな、門田さんも欲しいね、あめっちゃ打ちそう。で続いて片山、一番用事ない、仕方ない、これは仕方ない、楽天純正じゃないからね、これロッテ純、もし俺が楽天純正してたら欲しいけどね。田淵さんファーストの方、パワーだけえぐい。で最後これアブレイユ、アブレイユがねいいっていう情報があるんだよね、広角パワーヒ、まあ、パワーヒだけどね、ねっていうメンツの中で言うと一番欲しいのはもう落合さん、ドラフト1位は落合さんで、2位が、藤村さん、外小馬さん、田村、上原さん、バーネット、門田さんだね。で3巡目がタフィーかな、だからまあもう用事ないのはもうアレックス、片山、もうアブレイユ、この3人はもう用事ない、あと OK、 12分の9 OK なんだよ、こんな大チャンスはない。これで S5 に欲しい、これ90連でね。さあじゃあやってまいりましょう、欲しいの落合さん、第1巡目自チームロッテ間違いない、レッツゴー、カモン、1回目いきなり来てもいいよ。指名候補を調子、 A も欲しいね、 A の OB 選手いろいろな、カモン、山田がいきなり来てくれたらビビるけどな、カモン、起きた、いきなり来ました、 30% で OB です、自チーム、キャメラ、自チーム、いや自チームではないんか。さあ大城ね、球界一すごいのに評価されない男、ターリー広島決定、なぜか楽天英語、いや山崎総一郎ね、次世代の守護神、来た、いや選手の説明できんぐらい落ち込んだわ今。気を取り直していこう、気を取り直して20目、レッツゴー、 30% だよね確かね、
2巡目、レッツゴー。指名候補トークン。いや、これ普通そんな2回連続で S は消えへんか。これはね、いや、これはもう寒いわ、寒ないわ。石山流れ悪い。いや、山田頑張っていこう。もう説明するのがもう今メンタルやられてる、かなりね。ここでもう OB の絵来てくれ。いや、リュークドラゴンズどんだけ好きやねんお前。高橋宏斗からリュークやねん。30名いきましょう。落合さん、ドラフト1は落合さんのみ。2枚引き行こう、2枚引き。いいね、いいね、いいね、流れいいね、流れいいね。2枚引き行こう。からの、からの、からの。いや、まだ俺いまいち2枚引きがどれか分かってないんだよね。キャメラ来てくれ、Gチーム。チュース、コージェイさんね。いやー、石山からの流れで落合さん、ありがとうございます。まさか来ないでしょうね。ほら来た、落合さん、ありがとうございます。いやー、きっとこんな嬉しいことない、こんな嬉しいことない。このテンションの上下動がもうえぐい。こんなことあんだね。俺、落合さん来なかったらもうどんな人当たっても全部ミキサーにして落合さん取りに行こうと思ってたから。で、ちなみに次自チームカープに帰ってきました。外小馬さんも欲しいということでね、調子に乗っていきましょうね。さあ40名、指名候補トークン。さあ流れ乗っていこう、流れ乗っていこう。OB4 枚飛んでいこう、 OB4 枚。流れないとこからの、おめでとう、どうだ、お、来た来た、バグってるよ。もう 30% のカモン、タフィーローズからの、やっぱりローズ、里崎といえばローズ、西勇気、大津帝京大学後輩、これ BCA の中田に負けてる場合じゃないよ。チャーターに友杉とショートの勝負、こんないい形で投げれてる。で、川端神様、次か。で、佐々木朗希、ポスティングいい話し合いしてね。さあ、30番、行きましょう。島内、いけんな、30番。島内。ね、後半良かったよね。前半苦しかった。来年に期待やな。5巡目。カモン。指名候補トークン。カモン。いやー、怖いか。流れからの、流れからの。おめでとう。いや、さすがにそんな毎回消えへんか。おー、びっくりした。平良、嘉山、里崎が一番憧れの選手。おい、ブリンソン、バット投げくるっと。いや、リハラ勝ってる。吉村、新人王候補として頑張ってほしかった。伊藤真央、いいで背中ビュンって伸びてる。メルセデス、もうちょっと関東のおかげで福井、ここから頑張ってこれや。清宮、ホームラン30発後。大道、リリーフでよかった。杉本裕太郎、ラオ。よし。次、6回目、確定です。外小馬さん、相当小馬さんいきましょう。指名候補トークン。外小馬さん、カモン、レッツゴー。レインボーまで行こうよ、最後まで持って行こうよ、持って行こうよ。お、レッドカラーのカメラ、カメラ2枚引きか、これ2枚引きか、どうなんや、1枚か、1枚か。いや、まあ、キーノ、ええ、ほうへん、もうね、
よくだ。いや、中村晃持ってます。いや、また来た。いや、万波全然いけ。 OB 最後誰や。おっと、また落ちる。もうええって、もうええって、おちえさん、もうええって。3枚来たで。さあ、最後、おちえさん、もうええって。どうも、ロッテ消去してるって、波激しいって、乱高下。7回目、 S 何回来たんや。もうめっちゃ来てんな。でも指名候補挑戦、 OB2 人しか、 OB は確定しか来てへんや。なんで引かれへんねや。カモン、もう一回。よし、来た。来るね、来るね。そろそろ帯引こう。そろそろ帯引こう。おい、2割引きあるね、2割引きあるね。あ、ついにこのガチャ。キャメラ、キャメラ来い。キャメラ来い。焼けへんか。おい、外ロッテ、いらっしゃい。そんなテンション。来た。大関極みできるけども引かへんな。もう決まってきた。よっ、バグってるこのガチャ。 S クソ来る。いや、待ってきた。いや、田村、もうバグってる。鈴木翔平、袴田さん応援してんぞ。バグってる。 S 何枚来た。外小葉さんも来て、田村も来て。いや、まあ、もうやるけども最後まで。で、次俺自チーム誰にしよう。受けた中で一番素晴らしい投手は上原さんやって言ってるから、巨人の上原さんの西ホーク行こう。バグりすぎてる。8回目、レッツゴー。からの来るよ、からの来るよ。今日調子乗ってるよ。はい、そっからの波乗ってるよ、波乗ってるよ。おめでとう。さすがに無理か、さすがにそんな気分か。岡林人間、サプライズ、頓宮2連続対応と山崎朝明、守護神はお前しかいない。森友やオリックスでも大好き。山崎朝日、頑張れ。徳光大、今カープのエースか。吉村で1年目の悔しさをバネに頑張れ。すげえ、ここに負けてる場合ちゃうよ。森、よく出てくるね。岩崎、守護神。いや、A 全然消えへんな。ザラソ、宮田。これでおしまいです。このハッピー。ハッピーガチャ。2枚引き行きたいね。指名候補挑戦からの、いや、最後1枚がこれ流れ切れへんか。こっからレインボー、こっからレインボー。これ来た。レインボー行きましたよ。え、確定ではないですか。2枚引き最後行けへんかな。ただ数頑張れ。プロスピうまかったよ。西村プロスピ幕開けだけど、まだ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 佐々木には勝てませんよ。今が頑張れ。本田圭佑、サッカーじゃないの。田中圭一、半分強かったね。門田さん、ホームランキング。浅村、ホームランキング。西島内、今年のリーグになった。バーネット。さあ、最後、皆さん、これでお別れです。このガチャ、素晴らしいガチャね。これ、いや、プレイ